チャオ、あちゃんです。今日のあちゃんのお昼ご飯動画は、ラチーズオンナポリパン、はい、チーズが乗ったナポリパンです。いただきます。ということでね、ちょっと今日はね、朝から昼過ぎにかけてね、ちょっと出かけとって、ね、バタバタと忙しくてね、急遽出かけることになったからね、予定外になったんでバタバタしとって、でちょっといろんなところちょろっと寄ってきてね、で帰ってきてアイス食べてねで、シャワーして今です。はい、でまあね、晩ご飯を作る前にね、ちょっと先に晩ご飯第一発目を食べようとナポリパンをいただきます。で結局今日まだプラモデルやってないね、やるといただけどねあ、ちなみに今日は8月10日土曜日です。8月10日の動画を見返してください。あ、プラモデルする言うとったのになと思ってください。はい、まあ、あっちゃんは予定は未定です。でいただきます。これってね、できる日は土曜日って朝一起きて夜まで OK。 ケサブロ作った2週間前かな、ほんま朝から夕方までもっと OK やね。それができる人と全く手をつけられへん人もあるね。まあできるだけウィークデーにプラモデルをするよりも他のことしようと思ってんやけどね。まあ今はね、そんなに腕掛けロケやってないから、いつやってもいいけどね、自分の中でメリハリつけんのに、土日って思ってんの。でも土日に押し込んでくる仕事とかでできて、できなくなったりするんやけど、まあそれはそれで仕方ないなと思ってるけどね。今週もお盆も重なったから、あこが手伝ってくれてるからさ、まだなんとか回ってるけど、これ一人でやってたら確実にもう積んでるよ。裏チャンネルも動画上げずに持ちになってるわ。最高。ほんまにいろいろね、手伝ってくれるってのは助かるね。これ来て一歩上で片腕って必要ないね。昔会社の代表した時もね、なっちゃんがほぼほぼワンオペでやってたの、家事から。でもね、代表になる前やね。まだお父ちゃんが代表してた頃やけど、この頃、お母ちゃんが倒れて、5、6年ぐらいかな。あっちゃんがほぼほぼ一人でいろいろやってた。お父ちゃんは会社、もうやるけども、まあ、みきちゃんが病気だった時はちゃんは同じようなことしててんけど、会社を任してある程度その自分でやれることだけやって、で病院行って付きっきりやってんね。で家のことも、まあ、会社のこともほぼほぼ任せきり。まあそれが来たからあっちゃんは代表になる前から代表としての動きを勉強できてたよ。でもお父ちゃんは後ろ盾におったから任せきりがいざとなったらやってくれるっていうのがあって、でもやっぱお父ちゃんには負担かけやんと自分でやれることやっていこうと思ってて、で僕は5年6年経って今日やっと自分でねやっていこうと思って代表になってるね。それは自信くるじゃん。だからそれにあったのがみきちゃんの闘病3年間会社を任しといてんけども、まあそれはそれで動いてくれたからね、助かったけど、朝一の段取りだけして今日の作業とか納品とか伝えておいて、で病院行って、夜帰ってきてから
事務作業とかいろいろやってんだけど、事務作業とかもね任しといたらね、まあ台本簡単にできないわけね。まあいうのあんねん。これはあっちゃんが親があっちゃんに押し付けたって思ってんねん。あんたは、ね、お父ちゃんがおらへん間にいろいろ勉強になったと思ってなってきたの。でもそれをあっちゃんがおらんかって押し付けられたと思ってたら勉強になってないしね、うん、あんまり言ったのかやけど結局、うん、だからだからあっちゃん恨まれてるところもあんねやけどね押し付けて何もしようへんだと思われてんねやけど、まあ私ね、だったけどね、あっちゃんはいい経験できたかなと思ってね、うん、その時もでもやっぱりあっちゃんにはミキちゃんっていう片腕がおって代表になって、やっぱりね代表になった年にミキちゃんと出会ったんで、ね、でいろいろストレス溜めて一人で抱えていかんの。誰にも頼れへんっていうのはね、まあ、そんなんで一生懸命一人でやってきた。特にミキちゃんと出会って、なっちゃん結構、ね、一人でできへんしてたから、ミキちゃんにも頼ってねやってもらった。だから助かってたしね。みんなも。YouTube も一人でできへんくて、マークにね、いろいろやってもらってるのが欲しい。だからこそ、回ってんねんけどね。だから、最近料理はね、あちゃんも動画もあるし、やってるところもあるけど、一時期ほんまにほとんど任せてんときもあったし。生きていくのにもね、大変なのもいっぱいあるんだ。こんなしましてたらしゃあね、うん、ね、だから今日の前半というか夕方ぐらいまでほぼほぼ何もできへんかって、で今からまあ模型動画撮ろうかな思ってるので、晩ご飯まだ先生は晩ご飯のお米まだとして貸しかけてないや、うん、まっ何もしててあんたにとっちゃ楽しく斬新ない、うん、楽しくやるしかないわということで、今日のあっちゃんの晩ご飯の動画一旦終わり。この後はちょっと晩ご飯までのインターバルの間に一つ二つプラモデル作ろうかな。で一つ二つからヤマトをやらなあかんのよ。ヤマトを作る動画と今日の動画のヤマトは、まあ、今日作って用出してるぐらいまでもう終われてんねんね。まとめて何もか取れたやねんけど、なかなかそれができへんくて、もう表面完成させたかったよ。で、あと何本かに分けて出していけたらなって、なら最終抽選記念日に間に合うやろうって。うちね、今から10本分の動画できたとしても、今日土曜日やから土日月、10、11、12、13、14、15、6日間、6本の動画にギュッて凝縮したらいいしね。でそれまでできたらできたでも完成したらいいしなと思って、だから今日はほんまはもう今日完成するって言うけど、けれども夜のライブあるでしょ。ライブあるから夜作られへんから、明日完成させられたらなと思って、まあ
大和は終戦日までには完成させるって自分で決めてやり抜かなあかんねん。これを、ね、やり抜かへんかったら自分に負けたことになるからね。自分には敗戦したくないんで、ここはやっていきましょうって思ってんねんね。だからまあ今日からね1週間お盆休みウィークに入るんで、ちょっと出かけるのもあんまりね減らしていきたいなと思ったりもするんでね。だからちょっとお盆休みウィークはゆるっと、ね、今ある在庫をちょっとプラモデルいじったりして楽しくいきましょう。はい、ということでね、まあ、あの昼間暑いけどもね、まあ、あの楽しく暮らしていきましょう。ということで、ということで言うとはね、あんまり平日変わらんんだけどね、あっちゃん別にあの普通の平日ウィークでもう休日も同じように動いてんねんけど、まあ気分的にね外へ出かけるのめんどくさいなって、買い物行くのめんどくさいなって、買い物をできるだけ間引いていってね、外へ出る日を減らしていこうと思ってんね。そんな感じで楽しくやりましょう。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。ぼちぼち暑くてっていうでもね、今27度、 65%、 ちょっと湿度が高いかな。バイバイ。今日のあっちゃんのお昼ご飯、チーズオンナポリパン、よかったよと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。